はい、えー。じゃあ次に、えー、と、まあ、この数列か、x1、y1、x2、y2、x3、y3 とこれ使って何回も計算していくんですけども、まあ、それを繰り返し分で表しましょう。えー、ちょっとわかんないので1万回ぐらいやりますかね。まあ パソコンは1万回ぐらいやっても何でもないので。で、えっと、それでですね、えっと、ま、早速、この全化式が、これが自由なんですよね。これ書きます。xn、えー、イコール、えー A、かける x n マイナえ1、ー、プラス yn-1 マイナス。1 で、yn イコール、えぇ、ー、xn、えぇ、マイナス1、えぇ、マイナス1かける xn マイナス1ですね。xn マイナス1の二乗か。えぇ、ー、プラス、えぇ、ー、b というふうに書いてあります。ね。えぇ、ー、こんな感じか。ね。 はい、えー、こんな感じですね。えー、こんな感じになります。で、これをですね、えー、ただ単に、えー、まあ、打ち出してやればいいわけですけども、まあ、打ち出し方は対数らせの時でポイントでやりましたね。あの、エリプス、えー、円をね、えー、やってもいいですけども、まあ、えー、ポイントでやります。ポイントですね。えー、ポイントで、えー、っと、まあ、xn, yn, えー、 で、えー、書くと、えー、ちょっとこれはダメですね。あの、なんでかっていうと、今、えー、Xmax を2.0にしたいのか、ここに、マイナス2から2、マイナス2から2にしたいんですよね。で、これだと、どこにもそんなこと書いてないですよね。はい、えー、じゃあどうすればいいかというと、えー、こうするんですね。えっ、ー、と、まあ、一番右に来たときが 2, 2になるようにセットするにはどうしたらいいかと、えー、いうことなんですけども、今これ、原点中心に移ったわけですね。 で、えと、ー、にこれ1000、1000なんだけど、今ここ500、500の座標です。で、さらに500足すと、x イコール2になるようにするには、こういうふうにします。えー、xn に。<laughs> はい、えー、こういうふうに書きます。よろしいでしょうか。はい、こういうふうにすると、xn の値が、えー、2になったときに、 ここで2で割ってますから500になりますね。だから xn の値が2の時にここに行きます。で、xn の値が0の時には0ですね。で、xn の値がマイナス2の時にはマイナス2をこれで2ですからマイナス1になりますね。かける500だからマイナス500になります。というわけで、xn にかける500割る xmax というのを、えーまあ、追加してやると えー、これで X 方向はマイナス2から2までになります。で、もう一つ Y 方向もね、とりあえず同じようにしましょう。かける500割る Ymax。はい、えっ、ー、と、これで Y 方向もですね、えー、Y がマイナス、二2の時に、えっ、ー、と、マイナス500になりますね。で、Y が2の時に、えー、これ2だから500になります。ね。はい、えー、というわけですね。で、とで、まあ、ただし、これちょっとまだ修正が必要です。 もう一回言います。えっと、y が -2 の時に、これ、マイナス500になるんですけども、ここでマイナス500ってどこか、y 方向がね。えー、今、00ここだったの。00を500 500に行ったわけですね。そうすると、えー、y 方向マイナス500っていうのは、ここになっちゃうんですね。上。でも、普通、軸ってこう書きますよね。y 軸って下から上に書くから、マイナスは下の方にあった方がいいでしょ、と。 ね。つまり、プロセッシングは Y 軸を下向きに書くんですよ。だけど、皆さん、中学校とか小学校でやってたのは、えー、Y 軸上向きに書きますよね。だから、ここにマイナスをつけてやる必要性があります。えー、これで、えっ、ー、と、まあ、あのー、Y もマイナス2から2までというふうになるということになります。はい。えー、じゃあ、次何やるかというと、まあ、次またこの繰り返し文、ここに来て、 えー、繰り返していく、何回も繰り返していくんですね。で、まあ、元に戻るんだけども、元に戻って、また、xn,yn を、この式で、えー、求めてやるわけですね。で、まあ、例えばですね、最初これ、え、えっ、ー、と、x1,y1 だったとしましょう。xy,y,y,y、ね XY ね、最初ここに入ると、これで x2,y2 が求まります。えー、次、x3,y3 を求めたいんだけども、そのためには、どうすればいいかというと、えー、これを、 こういうふうにやっていればいいのかなで、そして、こうか。で、こうすれば、えー、ま、あ、これ、こうすればいいわけですね。こうすると、最初、x1, y1, x,、N、x y, y1 で、xn, x2、y2 が求まる。で、こういうふうにすれば、これが x2、y2 になりますね。と、また繰り返し、ここに来て、x2、y2 を使って、x3、y3 が求まります。え、次に、え、ここで、え、入れ替えるから、え、これが x3、y3 になるから、 ここに入れて、x4、y4 がど,んどんる。というわけで、こういうふうに、あの、値の入れ替えをしてやることによって、これで、えっと、ま、x1、y1 から、ま、え、x2、y2、x3、y3 ずっと、計算できて、これ、x、9999まで計算するのかなということになります。はい。というわけで、これで出来上がりです。ね、だから、プログラムとしては、ものすごく単純ですね。 はい、えー、ということで、ちょっとこれをね、えー、やってみたいと思います。プチ。あれ、何も出てこないですね。何も出てこない。えー、ちょっとまあ、理由を考えてみましょう。何も出てこないのは、まあ、一つには、その、背景ゼロ、背景黒か。で、ポイントの色も黒だったらダメだから、えー、 ちょっと色か、そうですね。ストロークで色をちょっと決めていきましょう。ちょっとまず白にしてみようかね。ストロークで、ポイントの色はストロークで決定します。これで大丈夫かなあ、ダメだ。そうすると何が間違ってるのかな あ、なんかここにマイナスがあるってね。え、ちょっとわかりづらいですね。マイナスがある。そう、B をマイナスなんですね。はい。というわけで、えー、っと、ここか。ここに、えー、っと、まあ、マイナスをつけてやればいいマイナスをつけてやる。さあ、これでできたかなあ、できました。はい。えー、というわけで、えー、そうですね。非常に簡単なやつですけれども、まあ、えー、これでできました。で、ちょっとこっちも試してみましょう。 0.5はいできましたというわけでえっ、ー、とまあ非常に簡単な式でね、えー、たったの23行ですけども、えー、まあこういうカオスの絵をね描くことができたということでありますでこれもうちょっと描きたいなと思ったらね例えばこれを3万ぐらいにすると、えー、もっと描くのかな そうですね、えー。ただちょっと時間かかりますけどね。10万にするとやりすぎかなどうなんだろう。10万にすると真っ白になっちゃうあ、真っ白になってきますね。はい。というわけで、まあ、ちょっと自分の好きなところで、えー、止めておくといいかなと思います。えー、6万ぐらいで止めておこうか。はい、えー。というわけで、こんな感じになりますね。はい。えー、じゃあ、ちょっとね、えー、まあ、 えー、こんな感じで、ここまでできるということになります。はい。あの、一応、最低限、カオスの絵が完成したんですけども、まあ、もうちょっと見やすいようにね、えー、改良していきましょう。で、あのー、まあ、このストロークのところで、えー、ちょっと、透明度を加えていきます。これ何かというと、全部同じ濃さだから、えー、見にくいので、ちょっと透明度を加えてやると、いいかなというわけで、この4行目にね、透明度を加えます。 でちょっと80ぐらいにしていきましょうかね。でそうするとあ、4個目じゃない、4個目か。4個目に透明度を加えます。はい、えー、それでかなり、えー、見やすくなりましたね。ねはい、というわけで、ここに、えー、ちょっと、ねえー、値を入れてやって、えー、透明度を、えー、加えてみてください。そうするとね、かなり綺麗になります。であとは、その、まあ、白が嫌という人は白以外の色にしてやればよくて、えー、ここだと,、えー、と、レッドが130。 えー、グリーンが170えー、ブルーが255、えー、というふうにするとまあこんな感じか、えー、になってますけどもはい、えー、こんな感じで、えー、できるということになりますはいあの今透明度をね加えてちょっと見栄えをかなり変えましたけどもあともう一つよく知られているのはなんかブレンドモードってやつですねブレンドモードっていうのを が使われることが多いです。で、ここにブレンドモード、カッコ、アドって書いてあるので、ちょっとこれえ、解釈してみましょう。ひょい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 とやって、ここでひょいとやります。そうすると、 はい、えー、こんな感じですね。はい、えー、こんな感じになりました。ね。はい、えー、というわけでね、えー、こんな感じでいろいろカオスのね、えー、プログラムをいろいろ作れるですね。ということになります。ちょっとこれもう少し増やしてみようか。8万回ぐらいやるか。はい、えー、こういうことですね。で、あの、カオスの、えー まあ、微分方程式とか数列とかはね、まあ、いろいろ本などに載ってますので、まあ、調べてみて、まあ、これ以外にもね、いろいろ試してみると面白いかなと思います。はい、じゃあ今日はこれね、あのー、参考程度でありましたけれども、まあ、カオスの指示について学びました。